どこに変わるの？ここ？ここだよ。へへへへ。はい、どうもー。みつみさんです。お願いします。お願いします。で、毎週頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、どうもいいです。カントです。はい、お願いします。お願いします。何ですか？怖いんだよね。こういうの。何みたい？うちの。いや、ほんとにね、この家って引っ越した理由が、まあ変なとこがいっぱいあるっていう理由で引っ越してんじゃん。うん、僕見てないんですよ。うん、まああえてってのもあるけど、うん、それか、ここから一番近いとこからこう攻めていく？この撮影部屋。はい。撮影部屋時代に、うん、地下室あります。地下室？なんかあれ？間取りには載ってません。地下室あんの？あれ？部屋というよりは、まあなんか。いや、それこそ前のあれみたいなとこってこと？うん。最後のあの。いや、前の家のあの地下あったじゃん。あれよりも、もっと部屋っぽい。行きましょう、ちょっと気になるわ。すぐそこですよ、すぐそこ。これね。このままこう来たときに。ここです。いや、僕もそれは見えてましたよ。はい。ただだから、前みたいな、そのなんだろう。収納みたいな感じじゃないの。いくよ。うん。うわ、テンション上がるね、やっぱこれ。すげえ。俺無理だわ。やばくない？弊社恐怖症なんだよ。これ何のためにあんの？わかんないけど。ほら。あ、いいじゃん。え？ど、中どうなって、ちょっとお前見て、お前見て。これね。光はあり？お前だよ。こっち広っ！めちゃめちゃ広いぞ。見えないな。どんくらい？いや、めっちゃ広い。怖い。いや、怖くない。怖くはない。行ってみ。え、すげえ。やばいでしょ。こんな感じですよ。さあ、本当やめて。本当やめて。恐怖映像で、これ。ということでね、今回はね、これだけだとちょっとぬるいかなと思って、もう一個ね、商品を用意したんですよ。失礼します。こちら、これ世界に限定28本しかないらしいです。こちら、うーわ、すごい。これですね。これだから、このボトルの中に、まあゴースト、だからその霊の空気が、まあ霊、空気というか霊が入っている。これを開けたら、なんかその心霊現象が起きる家になるみたいなのが売ってたので、これをちょっと中でね、開けてもらいたいと思います。ちょっとさすがにもう怖いよ。ちょっと待ってな、もうちょっと怖くするから。え、何それ何それ、酒飲む。何これ？それなんか、うん、世界に28本しかないワインボトルで。うん、いいじゃん。それ開けると、うん、その中空なんだけど、うん、なんか料理は出してちゃいけない、なんか幽霊の空気みたいなのが出るらしい。ちょっとあの家の中にそれ出すわけいかないから、中で出してほしいと思って。なんかしたらおかしいよ。ドッキリじゃん。ドッキリじゃないよ別に。これドッキリだろ。ドッキリじゃない別に。お前がそれ中で出すって。ドッキリされる側が決めんだよ、ドッキリかドッキリじゃないかを。いじめみたいに言うな。そうじゃん。そうです。そうの、そうですじゃない。日本で一番ケツ汚いと思う。いや、ケツかっこいいって言う。ケツ汚な。ケツかっこいい。ケツ汚な。おい、開けたな。開けるからケツかっこいいって言う。ケツカッチンだから。ケツカッチン。じゃあちょっと、何、俺全く知らないからさ、普通に楽しみなんだけど、これどうやって開けるの。これで開けろって。え、何？開け方なくない？よいしょ。
開いた。トミー、うぅトミー、うぅうくせ。何してんの。開いた。開いた。開いたの。開いた。開いたの。ちょっと待って、まあ、待って待って、ちょっと中入って。ないないない。そうじゃない。いい。いい。おい。え、何？じゃない。おい。おい。え、何？お、サタコの気持ち分かったわ。サタコの気持ち分かったわ。こんな汚いの？汚いお前。うわ、だれた。だれたって何？誰だって何？泣いたじゃん。誰んなお前。え、じゃあ撮影中で誰んなお前。ちょっとあっ。お前ちょっとお前汚い。汚いお前。汚いお前。俺は綺麗だろ。お前汚いんだよ。ちょっとやめて。裾筋。裾筋やんないでば。あー、ケツキンやめて。すごいね、面白い家だわ。面白いでしょ。うん、はい、ということで僕も楽しみにしてます。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。